だったな。はい、というわけでね、これ今どこ？マットナー博士、偽マットナー博士が。ああ、お亡くなりになったところ。ここからな。うん。罠にはまったなって言って、うん、マットナー博士は本当は2階にいるんだって、うん、自殺した人。なるほど。の部屋やねんけど、うん、なかなか探しても見つからなかった。うん。次に進むところなんですよ。うん、ここ注目してほしいんですけど、はい。なんかちょっとだけちゃうでしょ。あ、まあ、確かにね。うん。なんかちょっと味ちゃうな、思ったら、ここ。開いとるんですか？開いとるんです。じゃあ、そうっすね。カード記録、手に入っちゃいましたね。はい。ということは？可能性が広がって、行けなかった、あんなところや、こんなところが。行けちゃうと。はい。忘れてた。OK。で、ここも開かなかったんですけど。開かなかったですね。回復せんで大丈夫？行けると。俺をファイヤートルーパー丸焼きにしてやる。うおお。いや、に逃げたらあかん。戦いましょう。さあ、どの武器を使うかやな。お、まだリモコンミサイルで様子見か。あ、でも引っ込むよこれ。ん？何か？ああ、そうやな。ダメージ？いってる？途中で爆発せえへん、あれもすごいな、うん、え、これもしかして完封？いや、さすがにやめよう、これは。うん、そうやな。せいぜい堂々戦おう。あ、出ちゃった。何してんの？出ちゃった。まだファイアトルーパー名乗り上げるんじゃん。名乗り上げるな。ね、てか、追っかけてけえへんのもなかなかシュールやな、今思ったら。あと結構食らってんな。アンチは結構あるみたいな。そういう、そうっぽいな。ギリギリ内側の方で。こいつはどういう武器なの？これは解放射器やろ。あーね、こんな感じなの。まあ表現的にはこんな感じなんじゃ。え、ちょっと待って、死ぬちゃう。動く、回復、回復。ちょっと待ってな、さっきの戦法の方がまだしちゃう。そのゴリ押しするんやったら確かにな。いや、やったらもっと普通にね、戦ったらいいんじゃん。つかサブマシンガンとか使ったら。こいつ動くと思わんかったわ。うん、いや、ええの、それで当たってない。やっぱこのね、グレネードランチャーなりサブマシンガンなりな、下にあるから。それはどうかな、当たる。やっぱある程度射程に入っちゃうとね。正面から攻撃しなあかんから、それ振りちゃう。爆破範囲思ったより狭かったわ。まあまあ、下のサーマシンガン使ってみたら。うん、でも真正面いかなかった。まあ、この敵のこの攻撃、あれを一瞬で止めたら。まあまあまあ、減らしてたんでしょう。あ、これが機体エレベーター。あ、で戻ってくるわけや。で、2階に行ったらマッドの博士が。じゃあいよいよ2階に行くというところで一旦切る。はい、大丈夫です。どういうこと？それはまだ切らんでもいけるということ。武器ゲーやんこれ。そらな。いや、本来隠れるんやけどな。サイエンサー来てるか。ああ、それでか。逆にハンドガンに何つけへんねん。バリバリ進んでいくけど大丈夫？ログじゃないってことか。じゃあ豪華に3。なんでここまで来て3以下のカード切りが一。ああ、おったな。これ倒されへんやつじゃん。そこのあれ6で開けへんか。右の部分。こいつをどうにかせんと無理じゃん。いや、右って、その下の右の。ああ。下の右なってそういうことじゃないけど。いや。まあいいか。ここ。いや、
その通路側の反対から。あ、左手だな。あと回復ついたな。6じゃないか。ここも一回通ったけどな。お、あざす。いいやん。あ、友達だわ。殺しといて。殺しといて友達の名乗るのはなかなかにバイオレンスいるんだ。命を張って俺を助けてくれ。なるほどな。このホルモンじゃ助けてないか。マットな博士、助かったちゃう。シュワシュゼロニルジェニファーと。ジェニファー、ちゃんと聞いてたお前。12048。オッケー。お、あ、いけんちゃん今やったら。12048。あ、こっちか。そっち。もう最高階級じゃん。4でいけるんやったら出てくれんじゃないですか。まあ多分最高じゃないような気がするけど。声聞いてから話しようぜって。まあ確かにな。もうゴリゴリが板についてきたのお前。僕は何番や。行こう。これでロックやったら最高や。最高や。ええー、めっちゃ来たやん。お前回復大丈夫？今の一撃やばいぞ。これ罠なんか。なんかある？え、まさかの罠？なんでこいつらはさ、うん、デスク1個のために1部屋用意するの？そう。施工をする人間の苦労を何も考えてない。お前施工する側やったのか。うん、まあ、そう？全然関係ないけど。まあ、じゃあここも特に関係ない感じか。あいつも友達。殺しといて。命には関係ない。なるほど。今やってるセゴドンかって、うん、かつての友達と殺し合うことあったよ。あのセゴドンが、うん、知らんけど。ね、こいつ。これ多分4かぐらいなわけだから、5か。こうやった。こいつらやっぱ倒せんのかな。リモコン行ってみるか。弾ある？下手くそ。貴重なリモコン。うん、やっぱ効いてない。無敵かよ、こっち。無敵ちゃう？あ、ん？強力な武器の代表格。あー、なるほど。それやったら、あれちゃう？その、うん、そっちから行った方が。ちょうど行ける感じ。うん、あ、無理。無敵か、うん、諦めろ。何でできてんのこいつら。人間？鋼やろ。あ、見つかった。それ見つかるやろ。いや普通に考えたらお前どっかからクレネード飛んできたらできる思うやろ。分かるよ。ダメージ確保で突っ込むのもありやけどな。サブマシンがあと30発しかない。うん。いや、じゃあ、倒すんじゃなくて。まあまあ、もう、と死ぬで。でも、もうここ行ってもどうすんの。え？だから、さっきは下に行ったからあれやから。ああ、あいつに阻まれて。このロクちゃん、ほら、なんかポーションみたいなやつあるで。うん、うん、ポーションの前に出るじゃん。そう、よう気づいた。死ぬでって言おうとしたけど、あれなんやろ。薬じゃん。やばいやつ。解毒薬。薬剤。一緒。薬剤。
毒にやられた時に生じる毒があるのかってことやね。てか、あ、さっきこっから下行ったんか、うん、左下。そうそうそう、だからやっぱダメージ角度で行くんか倒せるんかっていうところやけどな、うん、行くしかねえか。とりあえず行くか。だって他行くとこないやろ。おら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 、こいつのこの執念どっから来るんやろ。君とりあえずもう一回右行ってみようか。多分きついやろ。行けるか。でもう一回じゃあ無線してみよう。 120.48 に。全然返してけへん。人見知りなんじゃ。まあ、まあ一旦ちょっと戻るか。さっきのところまで、あのエレベーター。あ、それかまああそこで一回止めとこうか。あの無敵のやつのところで。ああ、まあ、時間も時間やし。収穫なしか。いや、まあ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 下足台取れただけでも収穫あったと。まあ、じゃあここで一旦切ろうか。はいや。はいよ。